私はデストルーパー。銀河帝国軍のエリートストームトルーパー集団の。ちょっと何やってんねん。痛い。何やってんねん。あ、すいません。すいません。はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。レゴスターウォーズのビルダブルフィギュアーズの K2SO とデストルーパーです。はい、ローグワンに出てくるこの新キャラクターの2体を。終わっちゃった。はい、ローグワンに出てくるこの新キャラクターの2体を早速作っていきまーす。はい。はい、こちらが K2SO ですね、はい、新しいこのドロイドだね、うん、肩に帝国軍のマークがついてるんだよね。元々は帝国軍のドロイドだったっていう話なんだよね、うん、だけどなんか帝国軍が嫌になってローグワンに加わったって、なんかよくわかんないけど、そのあたりまだ見てないからね、うん、顔はねちょっと骸骨みたいな感じの顔、怖っ、ね、骸骨みたいなね、怖っ。でもね、スリーピューだってね、うん、よく見たらこういう系の顔だからね、うん、あんまり CPO はちょっと可愛い系の怖い顔だけど、こっちはすごい怖い。黒だからね、うん、頭の後ろにアンテナがついてますね。ちょっと首前に飛び出してる感じなんだね、うん、K2SO って言ったらですね、非常に手足が長いドロイドなので、うん、そのあたりもしっかり再現されてていいんじゃないでしょうか、これ。はい。それでこの部分ですね、つまみがあって、うん、まあ、ちょっとしたギミックなんだけど、これは横に振ると手がこうやって振られると、パンチできる。パンチ。なんかジタバタしてる感じになってきてるね。嫌だ。続いてこちらがデストルーパーですね、はい、とってもかっこいいね、うん、で今回両方とも黒だからさ、うん、あのピントもしかしてずれてたらごめんなさい。はい、はい、それで、すごい、うん、いい感じだよね。で今回ですね、ちょっとマントが布じゃなくてプラパーツ、プラスチックマントなんだね。今まで布だったけど、なんか布の方がいいじゃん、いいなと思って。そうだよね。で、この部分ちょっとだけここペラペラしてるのが気になりますけども、うん、デストルーパーが持ってるライフル、うん、こちらですね、スプリングローデッドシューターです。いつもですよね。ここにトリガーがあって、トリガーがちょっと発射されます。いきますよ。せーの。はい、で、大きさの比較なんですけれども、デストルーパーと K2SO、やっぱ K2SO の方が圧倒的に大きいね。うん。ただ肉付きはデストルーパーの方があるので強そうだけど、うん、デストルーパーの方は可動が13箇所ですね、はい、K2SO の方も可動は13箇所です。はい、はい、そんな感じで K2SO とデストルーパー紹介しましたね。はい、デストルーパーが違いますけど、あ、そうかそんな感じで、これね、いまいちなんだよこれ。前あのパパ一人でね、うん、ローグワンのフィギュア紹介した時にやったんだけど、いまいちボイスチェンジされないのね、はい、だからここが喋ってる時に一緒に光るから、そこがまだいいかなって、ね、光ってるでしょ。レーダー卿、反乱軍のドルド K2SO を連れてまいりました。本当にすげえじゃん。では反乱軍の基地の場所を吐かせるのだ。じゃあよろしく頼んだぜ。じゃあ俺たち向こう行くからさ。お前、ベイダー卿が言ったこと聞こえただろう。一体どこに基地があるんだ。私は帝国軍のドロイドです。何を言っている。お前が反乱軍のドロイドだっていうのはもう調査済みなんだよ。まったく、うわー、おー、なんだ、どうした、何今の音。おめえもしかしてデストルパのことやりやがったな。私は反乱軍のドロイドではありません。肩のマークを見てください。帝国軍です。あ、本当だ、帝国軍じゃねえかよ。じゃあなんでこのデストルーパー死んじゃったの。なんでなの。一体どうしたというのだ。あ、レーダー卿、なんかわかんないけどデストルーパーのやつがいきなりこう倒れちゃったみたいなんですよ。あ、そうだ、ベイダー教のフォースでなんかわかりませんかね。ねえ、お得意のフォースで。ねえ、お願いします、ベイダー教。なんかわかりました、ベイダー教。え、なんかわかりました。あれ、もしかしてドロイドだからわかんないとか。フォースもそんなもんですか。ベイダー教口が過ぎました。
まったくうるさい奴らじゃ。わしは昼寝をする。わー、ジェントが寝りました。はい、ということで今回はレゴスターウォーズのビルダブルフィギュアーズの K2A 相当デストルバーでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。